本日は短くてもできる前髪の編み込みアレンジをご紹介いたします。表参道の夏やヘア、スタイリストの国分が解説いたします。今日のポイントは、1、編み込む毛束の量、2、編み込みの手順、3、遅れ毛の巻き方、この3つです。今日の編み込みはちょっと難しいかもしれないので、頑張って練習してみてくださいね。まずは髪全体にスタイリング剤をなじませておきます。そうすることで編み込みがしやすくなるのでおすすめです。前髪を7対3で分けていきます。分け目はぼかすようにギザギザに取ります。指でやりにくい場合はコームの先などでやってみてください。多く分け取った方の髪の毛をロープ編み込みしていきます。分け目近くの髪を横に2つに分けて取り、右が上になるようにクロスさせます。次に右側の髪の毛束に下からすくうように髪の毛を足していきます。その髪の毛を1つの毛束にまとめたら、その髪の毛束が上に来るようにクロスさせます。クロスさせたら持つ手を持ち替えます。同じようにして右側の束に下からすくって髪の毛をまた足していきます。足した毛束を1つにして右が上になるようにクロスさせていきます。この時顔周りに少し遅れ毛が残るようにして編み込んでいってください。編み込みをしていく幅はだいたい指2本分ぐらいの幅で編み込んでいってください。耳の上1センチあたりまで編み込んだら、残りの毛は編み込まずにクロスさせてねじっていきます。編み込み終わったら毛束の先を持ち、上から順に編み込んだ毛束をほぐしていきます。編み込みが崩れない程度に細かく慎重にほぐしてくださいね。飾りピンを使い、耳の上で編み込んだ毛束を留めていきます。ピンが1本だと寂しい場合、2、3本つけてあげても可愛いです。次に遅れ毛をストレートアイロンを使って巻いていきます。もみあげの部分の毛先をまず外羽に巻きます。次に中間部分を内巻きにして波巻きを作りましょう。同じようにして眉上あたりの部分の髪の毛を巻いていきます。巻いた後に指で形づけると綺麗な波巻きになりますので、やってみてください。トップに近い前髪部分は後ろに流すように巻くとナチュラルに仕上がります。反対部分も同じように巻いて完成です。短くてもできる前髪編み込みのアレンジのやり方でした。ぜひ試してみてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。少しでも参考になったなと思いましたら、高評価、チャンネル登録お願いいたします。